開拓暮らしサンタのところ伊藤サンタです。北海道は余市町で森を開拓しながら暮らしております。雪が降り続いて、います。今日北海道はね、特に僕が住む余市の方は暴風雪、警報までまだ出てないけど、まあ注意報だったかな、出てます。これから30センチ、積もるかもしれないっていうような状況ですね。サンタのところ、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 サンタのところ。風が強い時はね、こうフードのとこにファーがついてるのがいいなって思うんですけど、うさぎのやつね、昔持ってたんだけど、今これが羽毛のやつがあったかくて、これを買った時に処分してしまって、風の時にああ懐かしいなと思うんですけど、まあそれはしょうがないですね。ね、いつもここから写真を撮って毎日ね、それで自作やら僕の、録音した音楽をつけて、スライドショーを作るってことをねライフワークにしております。手がすごい冷たい。いつもならねここ歩いて降りてなんかちょっとサンタのところを散策するんですけど、今日はちょっとね別路線で、まあ僕の足跡を見てもらえばこっち側から歩いてきてます。ですね、今日というか昨日一昨日かな、除雪用のトラクターがね機嫌が悪くてですね、こう思わぬところで止まって動かなくなったりするので、ちょっと今除雪がねできずに滞ってるんですよ。まあここはね僕が除雪するところではないんですけれども、家の周りにね車を置いてその除雪できなかったら車が出れなくなったらね、嫁さんはちょっと隣町まで働きに行ってますし、僕自身ね子供を送迎、中学校小学校に送迎しているので、中学校まで7キロ小学校まで4キロっていうところでね、送迎してるんですよ。それもね道が通れなくなったら30センチ積もっちゃったらちょっと危ういので、ちょっと家から離れてねここに止めてるんですよ。ここまでね去年一昨年からねここまでね余市町が除雪してくれるようになりまして、僕が除雪するのはここから下という感じなんですね。ちょっと今日の雪で分かんなくなっちゃったかな。昨日までだったらここまでその線があってこっから除雪してなくてこっちは綺麗に除雪してるっていうラインが見えたんですけど、今日はちょっと今日も積雪15センチ、昨日も15センチってところかな。でこれからまだ降るっていうところで、でもうキャラバンと軽トラ2台あるんですけど、キャラバンはもう今、小中学生送ってまだなんとかね上り下りできそうなんで家の下まで持ってきました。で今嫁さんが使うのでこの軽トラもちょっと暖気運転した、それから下に下ろすところですね。よいしょ。よし。よしよし。今シーズンはこの何だっけワイパーが壊れなくていいね。よいしょ。手が冷たい。よいしょ。そんな感じで家の方まで降りていきましょうか。
よいしょ。ああ、ダメだ。よっくしょ。よいしょ。あら。あら。やっぱワイパーちょっと調子悪いね。この根元に雪詰まるんだよね。よいしょ。でこのカーブがやっぱり除雪が難しいんだよね。まあでも除雪機がもうすでにちょっと動きにくい状態なんでね。よいしょ。早く来ないかな部品。オイルフィルター。エンジンオイルも。どうだろうな。ちょっとな。あ、やばいやばいやばい。よいしょよいしょ。よいしょ。てな感じで、降りてきました。ここにね、ここに雪が溜まって凍っちゃってこう悪さするんだよね。これこれね、これこう窓の雪が溶けて落ちてここに溜まって、あれなんか本当はここにボルト入ってんじゃない、なんかこの構造がちょうど溜まる構造になってんだよね。ちょっとやっぱり本当はなんかついてたんだねここに。っていう感じでね、除雪がこう滞ってます。だん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 ねこう暑くなってんで、ごまかしでもいいからちょっとね、昨日整備士さんが動かしたら多少動いたんですよ。いやでも変なとこで止まったらね、屋根の雪もこうやらなきゃやらなきゃってうちに一層できちゃったね、下に硬い層ができちゃったね。よいしょ。トラクターがね、はいはいはい、そうで、そういろんな方からやっぱりね、小屋とかカバーとか野ざらしはダメだっていう、いや本当にその通りだけど、まあやっぱり簡単じゃないんだよね。形がさ長いし高いしさ、エンジン部分だけでもって思うけど、この上に出てくるマフラーがさ、またでシートってやっぱ風に煽られてすぐ飛んでっちゃうんだよね。こうなんかいいアイディア、でもやっぱりその通りだ、やっぱり屋根壁春一番なんかちょっと、まあ来シーズンはあそこの小屋に入れようかななんてね考えたりもしてるんですけど、高さが今、まあ、通ったから大丈夫だよな。うん、あの皆さんのご意見ありがたいです。やっぱりこう慣れちゃうんだよね、こう景色に。でこうきちんと客観的な意見っていうのはねありがたいなと思ってますんでね、あの手厳しい意見もあの真摯に受け止めて、あの頑張ってまいりたいと思いますんで、皆さんなんか汚いあのご意見、まあなかなかねあのコメントをこう電話線も来てない状況でこうサクサクコメント返せないんですけど、まああのアドバイスいただけたらね、この生活の向上に役立てていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。